セスローゲンはカナダ出身の俳優、コメディアン、映画制作者、脚本家。現在はアメリカ合衆国に拠点を置いている。ブリティッシュコロンビア州バンクーバー出身のユダヤ系。両親はイスラエルで出会った。13歳でスタンダップコメディアンとしてデビューし、16歳の時にバンクーバーのアマチュアコメディアンコンテストで2位になった。1999年に フリークス学園でテレビに初出演し、同番組のプロデューサー、ジャド・アパトーに招かれ、ハリウッドに移る。2001年にドニー・ダコで映画初出演を果たす。2005年公開の40歳の動作だおで注目を集め、2007年公開の部計画の命中難、ノックトアップやスーパーバッド・童貞ウォーズがヒットし、人気のコメディアンとなった。脚本家としても活躍しており、 スーパーバッドドーテウォーズではカナディアンコメディアワードの脚本賞を受賞した。2007年公開のオーエン・ウィルソン主演のミスター・ボディガード学園生活は命がけの脚本も手掛けた。2011年1月に脚本、主演したグリーン・ホーネットのプロモーションのために監督のミシェル・ゴンドリーや J ・チョーラと共に来日を果たした。その際には3人で昼番組の 王様のブランチにも生ゲスト出演をした。2013年のディスイズジエンド俺たちハリウッドスターの最強最後の日は初めて監督を務めた。2014年のザインタビューは廃棄を手掛けたソニーピクチャーズに対するサイバーテロと関連付けられ、米国各地で公開中止になったが、オバマ大統領が映画業界の自己規制を助長する可能性があるとして、 ソニーピクチャーズを批判する声明を発表し、米国時間12月24日、オンラインで公開された。2011年、7年間の交際を経て、アメリカ人女優のローレン・ミラーと結婚した。義母が55歳の時に、若年性アルツハイマー病となり苦労した経験を、元に、2012年にアルツハイマー病の研究と家族を支援する資金を集めるための事前団体。 ヒラリティ・フォー・チャリティを立ち上げ、2014年に上院の校長会でアルツハイマー病への政府の支援拡大を訴えている。ありがとうございます。